はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、セガスタン版ダービースタリオンを始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。まあね、いい加減ね、パート43ですかね、そろそろね、G1 を勝ちたいなと。なのでね、どんどんね、ダバとか言ったらいけないな、走らない馬はね、どんどんもう切り捨てていって、もう G1 に狙ってね、本当に頑張ります。さて、全然久々なんでね、覚えてないですね。牧場を2歳になりましたと。1300万円、こんな期待できるのかな。ジェイトロバリー3区ね、ミステリーサークルは確かね、高値で買ったね、繁殖牙なんで期待できると思うんですけど、デイドロバリーあたり地味ですよね。ミスプロ系でも地味な芝場というイメージで、果たして走る馬が出てくるのかどうか。およねこブーニャあたりはね、ちょっとね今2億9000万ですかね、ブーニャはね、あの自分の猫の、ね、名前をつけたんで、ちょっと厳しいですかね、この馬はね。売却しようかな、1000万円で売ります。はい、実績のある馬ではないんでね、もうバッサリといきますよ。朝倉みなみあたりは400万円厳しいと思いますね、これね、売ります。はい、どんどんお金にしていきましょうね。3億になったと、まあ、期待は牧場を。そして現役馬は何かいるのかな、もう覚えてないんでね55できすぎあたりね、 G1 期待できるのかなという感じがするんでね。これ晩成の毛があるのかな、スタミナがある馬なんでね、そろそろ勝ってね、勝ちをね、重ねていってくれないと困りますね。前走福島の 2600m で2番人気2着と、もうちょっと頑張ってほしいね。ドラミちゃんあたりもね、これなかなか1番人気続いてるんですけど、ようやくね、前回初勝利して、ちょっと厳しいよね、疲労が溜まっていると。できすぎあたりね、900万下ですからね、ちょっとベスト体重とかね、全く覚えてないんですよね。900万下でね、まあ、24あたりね、2400メートルあたりあったらいいんですけどね。ダートはどうかなね、えダート一度使ってみても面白いかもしれませんね。使ってみようか。青地さんはやめようね。まあ困った時の外人ジョッキームンロさんでいきましょう。状態そんな良くないですけどね。ドラミちゃんあたりはね、阪神3歳頻発ステークスあたり狙いたいんだけどね、この調子では厳しいです。まあ、いまいちセガサマのダービスターね、客室、どの客室が有利なのかっていうのがね、全く分かってないんで、まあ、前回あたり追い込みが結構決まってたんですかね、これ入れ込んでますよね、厳しいと。まあ、でも印はそこそこいいですね。まあ、これ差しでいきましょう、レース。まあ、ダビスタ 3DS みたいにね、そんな追い込み一択ってことはないと思うんですよね。それでね、リアル競馬ね、マカヒキがニエル賞を勝ちましたけどね、チャンピオンジョッキーの方でも少し話しましたけど、やっぱり意見が分かれるみたいですね。楽勝と取るかね、苦戦したかと取るか。だからね、楽勝と取る方はなんか、まあ、ディープインパクトのね、弥生賞みたいな感じで捉えてる人も多いんですかね。僕はね、弱面と聞いてたんでね、ちょっと物足りないレースぶりかなと思ったんですけどね。まあ、弥生賞でね、ディープインパクトも苦戦してましたからね、アドマイアジャパンあたりにね、あれを思い返せばね、本番でも魔界旗状態上がってくればね、折り合い面の不安がないんで、自分の力は発揮できると思うんでね。まあ、凱旋門賞でもね、自分の力を発揮して、その力がね、相手強化でも通用すれば、チャンスはあるのかなと思いますね。ただね、期待値競馬、期待値競馬から言うと、馬券的にはやっぱり買いたくないかなっていう感じがありますよね。いけ、鈍るなよ、そのまま、もう一伸びしてくれ。これがね、内枠が有利なんでね、なんとか粘ってくれ、よし、勝った、やりました、ね、
っぱスタミナあるね、この馬ね、ゴーゴーデキスギは。これでね、来年あたり重賞ぶっこ抜いてほしいけどね。まあさすがムロさんといったところですね。シャンティ競馬場っていうのがね、うん、よくわからないんでって、まあロンシャンもわかりませんけどね。あのそれでなんか工事の遅れでね、来年も凱旋門賞はシャンティで行われるらしいですね、うん。シャンティってだからね、直線がすごい坂らしいんですよね、うん。だから前半スローで行ってね、もう日本では考えられないようなスローペースになって最後の直線に余力を残しておくっていうね。だからね、うん、どうなんですかね、マカヒキにね合うのかどうか。55できすぎはまあ490キロぐらいだよね、うん。まあ、ダートも走るとドラミちゃん頑張ってくれよ。まあ、これでね、あの来年に備えるしかありませんよね。今週が阪神三大牝馬ステークスなんで、まあ、厳しいかなというところですよね。これ汗まなりで回復するのかな全然覚えてませんねさっきね 3DS のダビスタの方をね結構やってるんでね、ちょっとねごっちゃになりますね。合わせ馬なりで回復するんでしたっけね、このセガスタンバーはね。まあ一気にね落としていった方がいいと思うんで。まあそれとね、あのスプリンターズステークスの前哨戦のセントールステークスですかね、桜爆心王3区の名前が出てこないな名前が出てこないな、困ったな。ちょっと調べましょうね、申し訳ない。タブレットでねこういう時は簡単に調べられるんで。ね、セントールステークス、ごめんなさいね、ちょっ と止めてしまってセントールステークス2016、結果あビッグアーサー、ビッグアーサーね、なんか福永くんが、ね、今まで教育してきたのをね無視して逃がしてしまってどうなのかっていうことが言われてますよね。まあ、僕はあんまり 1200m 専門の馬なんでね、今更折り合いとか気をつけてもそんな意味ないんじゃないかなと思うんですけどね、僕はね。だから桜爆信号だからね、ハイペースでどれだけ粘れるかっていう競馬がね一番合ってると思うんでね、それが証明されたってことですよね、セントールステークスでは、うん。だから貯めてもねそんなに切れ負けするんで、それがね分かったということだけでもね良かったんじゃないかなと僕は思いますけどね。本番でもだから変に貯めたりせずにね、どんどんハイペースで前でね競馬したらいいと思いますよ、僕は。ビッグアーサーはね、だから中山のスプリンターズステークスは桜爆心王を苦手にしてますからね、そのあたり一番人気になったとして人気に応えるかっていうのはね、ちょっとねえ期待値競馬としてはね買いづらい面もあるんですよね、うん。難しいですね、だから最近の競馬はね。だから競馬なんてね、知識がついたら勝てるわけではありませんからね。よく競馬始めたばかりの人がどうやったら競馬勝てるようになるんだっていうね、2チャンネルとかで聞いてる人いますけどね、僕はもう金をね儲けるなら仕事をしなさいっていうことを言いたいですよね。間違ってますよね、競馬で金を儲けるっていう考え方は。まあ、みんなね競馬で楽して金を稼ごうと思って競馬始めるんですけど、それはもう僕もそうなんですけどね、やっぱりお金を稼ぎたいなら競馬よりも仕事ですよねだから競馬で稼ぐ人よりもね、やっぱり仕事で稼ぐ人の方がすごいし、額も全然違うわけですからね、うん。
競馬でプラスといってもね、まあ馬券裁判の人でも、まあ、回収率で言ったら 120% ぐらいじゃないですか。1億5000万買ったといっても10億投資して11億5000万円返ってきたらそれぐらいなんですよ。だから2倍とか3倍とか8倍とかね増えるわけではないんで、うん、ちょっと何やってんだドラミちゃんはね、距離持たないんですかねこの馬ね、うん、1004やっぱマイラーかな出馬でね、まあ、500万いきましょうね。ヒイラギ賞マドバさんでいきましょう、うん、出来すぎは体調を崩してしまったと。出来すぎは期待できると思うんだけどな。まあ、競馬はねだから初心者の方に言いたいのは、ね、やっぱり楽しむことですね、うん、負けたり勝ったりすることを楽しめないとね競馬っていうのは面白くないんで、勝ちにこだわるのもいいと思いますけど、うん、まあ、基本は楽しむことだと思いますね僕はね。まあ、勝ち組なんて、まあ、本当かどうかは知りませんけど 5% と言われてるんでね、まあ、競馬ペディアとか2チャンネルとか見たらね威張ってる人が多いんでね勝ち組って多いのかなって思ったりもするんですけど、まああれはね競馬ペディアなんて言ったら抽出してるわけでね、あの勝ってる人っていうのは 5% ですからそんないないわけなんですよ。だからね、うん、だから昔で言うとねブログとかね個人ブログの人とか結構やってたんで、やっぱり上手い人っていうのはいましたよね。ただねすごい予想知的なねすごい物知りで競馬してて予想の上手い人でもなかなか競馬って勝てないんですよね、うん、だから競馬勉強すればするほど勝てなくなるとも言いますしね、うん、そんな簡単なものではないんですよ。行け、何やってんの何やってんの、足が鈍ったな。今ちょっと見てなかったけど出遅れたんですかね。ちょっと話に集中して今全然見てなかったな。客室何指示したっけ。申し訳ないです、ゲームに集中しないと。出来すぎくんは期待してるんで55出来すぎ、出来すぎ5世ですよ。55といえばね松井秀喜ですねって前も言いましたね。松井秀喜はやっぱりゴジラっていうだけあってね、高校時代もすごい顔してましたね。今より老けてるんじゃないかなっていうくらい。YouTube でだから昔の高校野球のね動画とか最近見てるんですけど面白いですよねやっぱりね。野球好きにはねたまらないですよね YouTube はね。昔の桑田投手のね投球とか見たりしたらやっぱやっぱりすごいなと思いますね。コントロールがやっぱりすごいね。故障してるの全然集中してないな。ソエか、もうソエになったらね、まあ、調教できるんですよね、ソエになってもね。調教しておこうか、半路馬なりぐらいでね。半路馬なり効果あるんだったかな。半路馬なりとか、この当時はないんだ。ちょっとねバッカレてますねこれは。大丈夫ですか、今回はで55出来すぎのガレる回ですかね。まあちょっとねあと1走ぐらい出来すぎくんをね55出来すぎを使いたいんですけど、このあたりねあの、まあ、体重回復にね、まあ、ドラミちゃんあたりもね反路をしておきたいんですよね。ちょっとこれでは厳しいですね。一番人気になっても勝てないっていうのがね、あのセガ3番ダビスタクオリティですね。なんか今いい絵をしたような気したけど大丈夫かな。
出来すぎにはね、ダイヤモンドステークスあたり出そうかな。長距離はね、いけると思うんで、470キロだったらね、厳しいよね。ダイヤモンドステークス、当時ないんだ。ないかもしれませんね、ひょっとしたらね。調教じゃないって、出馬。あ、ありますね。4週に。ね、あります。これ出して今回終わりにしましょうね。ドラミちゃんあたりはね、クラシックに乗って、てもらわないと困るんですけどね。まあただダイヤモンドステークス除外される可能性もありますよね。大丈夫ですかね。添えっていうのがね、そんな長期間かかるものなのかな。さていきましょう。豪語できすぎ、まあね、馬体重の方は482キロと、まだね、ちょっと細いですけど、出しましょう。うん、乗り役は滝さんでね、行きましょうね。伝説のジョッキー、滝豊か。滝登るやね。さて、ドラミちゃんはまだ、添えか。それでもね、レース出せるんですけどね、これもね。出してくれ。よし、出れたね。よし。まあ、入れ込みはね、避けたいなと。タンホイザー。カルチョバンビーノ、懐かしいね。サージウェルズ。50キロということはね、チャンスあるんじゃないかな。なかなかね、印ついてますよね。エアダブリンあたりが。強敵ですけどね、まあ、50キロなんで、まあ、差しでいきましょうね、うん、レース。まあ、エアダブリンあたりをね、下すことができれば、まあ、2着に入ってほしいんで、本賞金をね、加算してほしいんで、まあ、そうすればね、オープンクラスに上がって、ね、重賞にも出れやすくなるんでね、頑張ってほしいです。まあ、折り合いをつけてね、滝さんなんで大丈夫ですよ、おそらくね。まあ、というわけで最近ね、あのパワープロの方ね、実況やってるんですけど、どうですかね。パワープロね、栄冠9とかやってるんですけど、栄冠9やってたらね、やっぱり、まあ、大して過去の栄光とかないんですけどね、昔話をしてしまってね、うん、それってどうなのかなと。まあね、僕はだから過去の栄光大してないですけどね、過去の栄光よりも失敗談をねしていきたいと思ってるんですけど、うん、どうなんですかね。昔の話ってね、あの甥っ子とかにもするんですけどね、やっぱり嫌な顔されるんでね、うん、どうなのかなと思うんですよね。だからアクセスだけ見たらね、あのペナントの方が伸びてるぐらいで、栄光9はちょっと尻すぼみかなと思ってるんですよね。あの面白い話ありますけどね、高校時代のね、 K 先輩の話とかね、もうプロ野球でプロ野球 OB 会で活躍する K 先輩の話とかね。すごい方ですからね、うん、まあ、僕は知りませんけどね、知りませんけどね、全然。ちょっとこれ後ろじゃないかな、どこにいるんだろう。そっから伸びてくるぐらい、エアダブリン先頭だ。こっからね、刺してくれ。よし、前は空いた。2着に入ってくれ。あれ、前でね、滑ったら厳しいね、やっぱり。頑張ってるけど、ああ、ダメだ、罰だ。やっぱりまだ厳しいのかな。4着ですね。まだね、スタミナ足りないのかなと。まあ、前で2頭競り合ったら、やっぱりバテないですね、このセガス3番はね。それほど刺し追い込み有利ではないのかなと。うん、まだ重賞、まあまあでもやれると思うんですけどね、もうそろそろね、うん、というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。